シュマルカルデン同盟とは、1530年に、神聖ローマ皇帝カール5世の下で開かれた、アウクスブルク帝国議会終了後の1531年に、シュマルカルデンにおいて、プロテスタント諸侯と諸都市によって結成された反皇帝同盟。アウクスブルク帝国議会において、アウクスブルク侵攻告白の提出にこぎつけたものの、ルター支持派諸侯の足並みは揃わず、逆に団結したカトリックの帝国盗賊たちからは、不当に奪われた、教会財産の返還要求が行われた。皇帝は執行猶予をつけた上でこれを認めたが、ルター支持派諸侯たちは自分たちの得た財産が奪い返されることを恐れて、反皇帝同盟を結んだ。主導者は、ヘッセン法伯フィリップとザクセン選定公、ヨハン・フリードリヒの二人であり、彼らと共に最初の同盟者となったのは、アンハルト、ブレーメン、ブラウンシュバイク・リューネブルク公国、マクデブルク、シュトラスブルク、ウルムの各都市であった。後にコンスタンツなどの諸都市もこれに加わった。1532年になると、シュマルカルデン同盟は、フランス王フランソワ一世と同盟し、1538年には、デンマークとの連携にも成功した。シュマルカルデン同盟の領内では、カトリック教会の財産は次々と没収され、司教やカトリック貴族は追放され、ドイツ国内でルター派の勢力が拡大することになった。1544年になって、フランソワ一世との和約の締結に成功したカール5世は、シュマルカルデン同盟と決着をつけるため、以前は敵対関係にあったローマ教皇パウルス3世及びバイエルンとの同盟を実現させた。さらにカール5世は巧みな政治手腕によって同盟の盟主ともいえるヘッセン法伯フィリップの娘婿でヨハン・フリードリヒのまた従弟にあたるザクセン公モーリッツを味方にすることに成功した。1546年、シュマルカルデン同盟はついにカール5世に向かって宣戦布告し、戦端を開いた。これが、シュマルカルデン戦争である。カール5世は、困難な状況をものともせずに、各地で同盟軍を撃破し、1547年4月には、ミュールベルクの戦いで、同盟軍を再び打ち破り、指導者であったヨハン・フリードリヒとフィリップの二人を捕虜とした。シュマルカルデン同盟を崩壊させたカール5世は、アウクスブルクに、帝国諸侯、都市代表者を集め、ルター派を異端とする暫定規定の受諾を迫った。しかし、プロテスタントだったモーリッツは、このやり方を不満とし、1552年に反旗を翻して、カールが滞在していたインスブルックを強襲して、逃亡させた。その後カールは、弟のフェルディナント一世に、モーリッツとの和平交渉を委ねた。1552年8月、パッサウでルター派を容認する旨の和平条約が結ばれた。こうして最終的に1555年にアウクスブルクでアウクスブルクの和議が結ばれるが、これはパッサウ条約を原型としたものだった。ありがとうございます。